ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 BV。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。朝なのでラジオ配信で失礼しております。はい、仕事前でございます。明日ね、リバラロック参加してくる予定で、まあ、最初からっていうわけにいかなさそうなんで、12時ぐらいに到着すればいいのかなっていう感じで思っているんですけど、早めに行ければなって思ってもいるんですが、言うてちょっと病み上がりだったりするもんでね、体力的な問題とかいろんなところも考えた上でちょっと様子見ながらっていう感じで、 BE:FIRST とスカイハイは確実に見れる感じにしようかなっていうことで考えているところです。朝の方のビッケプランカさんかな、そこは間に合わないかもしれないんですけど、まあそういう感じで思っております。はいね、はい。で、今回はタイトルにしてあると思うんですけれども、BE:FIRST の冠番組 BE:FIRST TV の公式の方から、日テレ公式の方のツイッターで、いわゆる謝罪文みたいな感じのものがありまして、でそれで、BE:FIRST TV の公式 YouTube で Be Free の、歌唱シーンがですね上がってたんですよ。なんか上がってるなっていう風に思っていたんですけど、後で見ようかなって思ってて、ツイッター開いたらこんな感じの情報があって、こんな感じの情報っていうのがあってですね、つまり4月23日土曜日に日本テレビ、4月24日日曜日に CS 日本で放送した番組の BE:FREE の歌唱シーンにおいて、番組編集上の過誤により本来放送すべき音声と異なった音声を放送しました。正しいパフォーマンス映像を番組公式 YouTube にて配信いたします。視聴者の皆様、アーティストの皆様にお詫び申し上げますっていう形でした。それで上がっていたようです。はい、まあね、なんか、こちらが結構ね、ツイッターの方が荒れていたらしいんですよ。そういうの見ないようにしてるんで知らなかったんですけど、まあ、要するに違う音声が流れたっていうことは、音と動きが合っていないっていう状況が出てくるというところで、でそれで、まあ、要するに、まあ今ねツイッターのツリーを見ながら見てるんですけれども、まあどうやら口パク疑惑っていうのをねツイッターで出ていたらしいですね。まあね、そういうこと言う人はどこのコンテンツや、まあ、どこのグループとかね、いろんなものに対しても言うんですけど、まあでもね、ほっとくわけにもいかないかなっていうこともあって、まあそうですね、だから結構それで気にしてる方がいらっしゃったみたいでして、そうですね、だから BE:FIRST が歌ってないなんておかしいって思っていたみたいなこととかで、まあそういったことと、あとはモヤモヤしたものがずっとありましたっていうところだったりとか、まあそんなことも書いてあります。ただまあなんでしょうね、なんか事情があったのかなみたいなこともまあ考える人もいただろうし、まあ言ってもね、どっち側に捉えてもモヤモヤするっていうのは避けられなかったっていうところはあったというところですよね。現状その SNS の方でというか Twitter の方でこの件が言われておりまして、まあ、一応この私の動画でもご案内させていただきましたけど、番組の方でもね、そういう感じでテロップとかで対応していただけるとまたさらにありがたいなって思ったりはしますけれども、まあ、BE:FIRST TV ね、非常にいい番組で、すごく楽しみに見させていただいてはおりますし、まあ、特にね、やっぱ歌唱シーンっていうところをやるっていうことにおいて、そういったところの対応をしてくれたっていうのもありがたい話だったりするし、まあ、今後もね、そういったこととか、真摯に対応してくれるだろうなっていうところはあるなっていう気はします。はい。でね、やっぱ今後ね、BE:FIRST TV はね、そんな感じでやってくれはしましたけど、ね、テレビに出ていくっていうことに関して、そういったことっていうのは出てくる可能性っていうのはゼロじゃないなっていうところで、でもなんかね、番組編集上のそれで、本来放送すべき音声じゃないものを放送したっていうのは、番組編集の仕事とかしたことないから、わかんないですけど、逆に不思議だなっていう感じはしなくはないんだけどね、まあ、なんかあったんですかね、うん。まあそうだな、そのまま流せばいいんじゃないって思ったりはするけど、まあ音のそういったものとかいろんなものがあるのでしょうと、まあこの辺は憶測しかできないからな、言ってもしょうがないと、まあとにかくまあこうやって謝罪もしていただいたっていうところはあるので、
で、あの BE:FIRST TV、BE:FREE の方の YouTube もね貼ってありますし、あの私の動画の概要欄でも貼らせてもらおうかなっていうふうに思っておりますのでですね、まあこんな感じのこともあったなっていう形で、あの共有させていただきましたということです。で、あの4月28日の19時30分に BE:FIRST のインスタライブがねあったわけですけど、ちょっと私は仕事中だったんで聞くこと見ることができませんでして、見た方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあいろいろとあったのかなっていうふうに思います。で、それと他に実はボテロ店の方での囲み取材の BE:FIRST のね映像が流れていたりとか、あと L ジャポンの方かな、そちらの方のあの動画でも流れていたりとか、いろいろこう、10分とか15分ぐらいの、 あのインタビュー映像とかね、そういうちょっと企画映像みたいなやつも流れておりまして、いろいろとね情報が更新されております。まああのそういったものも見ながらで、いろいろとこうねやっぱり彼らがどんどん成長しているなっていう姿がわかるわけでして、うん、あとギャオの方の話もありますね。ギャオの方でビバラロック出演のあのスカパラ、BE:FIRST などなどの話がありましてね、ビバラロック2022のアーティストライブ映像やコメント映像が動画配信サービスギャオとコミュニケーションアプリ LINE 内の動画プラットフォームライブブーム LINE ブーム LINE ブームにてウェブ無料配信されることが決定したっていうことで、東京スカパラダイスオーケストラ、スカイハイ、ドラゴンアッシュ、スーパービーバー、BE:FIRST などなどですね、出演するアーティストのライブ映像をアーティストごとに1曲ずつ配信されるほか、コメント映像やオフショット映像も無料配信されると。はい、無料配信なんですよねこれがね。5月1日日曜日12時より配信開始で、配信するアーティストは一部のみ、詳細は下記一覧をご覧ください、ご参照くださいっていうことがありますけど、これはまたあのライブの配信とは別のやつなんでしょうかね。ビバラロックの、ライブ映像のまあダイジェスト的なものだったりとかなのかな。あー、だからあ、そっか、1曲ずつ配信されるだから、あの普通のライブの方の配信とは別のもののはずですね。で、コメント映像とか楽屋裏みたいな感じのところはこれで見ることができるっていうことのようです。なるほどなるほど。で、まあ結構そっか、5月1日から5月31日までが4月30日のやつだったりとか、うん、結構長い間やってくれるんですね。まあなんか結構これはまあ親切なんじゃないかなって思ったりはしますね。あ、であれですね、関連映像っていう形で、あの BE:FIRST ロードトゥービバラロック2022のあの情報も入っておりますね。これに関してもね、またあの現地レポート的なものもやってくれるっていうところもあるので、結構なんやかんやであの BE:FIRST とあとスカイハイですね、非常に期待をしてくれているんだなっていうところがあってね、スカイハイはあの初日の鳥ですからね、でBE:FIRST の特集をがっつりやってくれるっていうところもあって、まあ、こういったところもあって非常にいいなと思います。うん、はい。で、冒頭のね、日テレBE:FIRST TV の方の公式の方からのそれでライブ映像に関することっていうのも、やっぱりBE:FIRST をね大事に思ってくれているから、そういう風にやってくれるっていうところもあると思いますので、まあね、いろいろやっぱりね、ツイッターのあのツリー見てみたらモヤモヤしてた人結構多かったみたいで、私はそこはチェックできていなくて、てかそういう情報をなるべく見ないようにはしていたからっていうのはありましたけどね。うん、まあでもまあ今後もいろいろあると思うんですが、その度にねまたいろいろとみんなでね盛り立てていきたいし、あとね、そういうあの訂正とかそういった情報が入ったら、あのなるべくあの多くの人に知らせていきたいなっていうところはあったりしますね。で、あの意地悪な人が口パクだったんでしょ的なことを言ってたら、あれはあの番組の方で間違っていたので、あの後であの訂正文があって動画も上がってますよってことを言っておいた方がっていうか、そういう感じのことも可能になったので、だから非常に大事なことだなって思います。まあとにかく紳士的な対応を真摯な対応をしてくれて、あのとても良かったなと思います。はい、今後ともよろしくお願いいたしますっていう感じです。はいはい、ではいろいろとね情報ありましたけれども、まあ、いろんなコンテンツありますので、ぜひぜひみんな楽しんでいきましょう。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、クランパンパースでした。
聞いて